はい、どうも、ゆうすけです。今回の内容は面白いと思います。だいぶ面白い。いつも日本語の勉強のことばっかりだけど、今回は運について話していこうと思います。で、この運はそのスピリチュアルなものじゃなくて科学的な運のことを話したいと思います。今日は運の科学ですね。で、皆さんなんか人生成功してるなーって思う人想像してください。なんかその人たちってめっちゃ才能があるのか、それとも運がいいのか、どっちだと思いますか？この人生が成功するときに運が大事なのか、もともとの才能が大事なのか、これって実はある程度の答えが出てるんですね。今回はその面白い研究について話していこうと思います。まず結論なんですけど、この前提として資本主義の中で話したいと思います。この資本主義の社会においては、才能じゃなくて運の方が人生の成功を決める要因であることが分かっています。どうですか、皆さん、予想通りでしたか？私はびっくりしましたね。才能じゃなくて運なんだと思ったので。で、これがIg Nobel賞を取ってるんですね、この研究が。ちょっとこの話をしたいと思います。で、この研究はシミュレーションを行ったんです。シミュレーション、どういうものかというと、仮想の都市を作って、そこに20歳20歳の国民1000人を置いて、で、その1000人にそれぞれポイントを持たせたんですね。まあそのポイントがお金だと思ってください、資産で。そこから40年間経過を見るんですけど、そこでラッキー、アンラッキーっていうような、そういうイベントを作ったんですね。で、ラッキーイベントがあるとポイントが2倍にできるチャンスをゲットするんです。で、ただこれ毎回2倍になるわけじゃないんですよ。この2倍にできるかどうかは才能によるんですね。つまり才能が高いほどこの2倍のチャンスを自分のものにできるし、才能が低いほど低い確率で自分のものにするんですね。もっと厳密に言うと、この才能ポイントを増やす能力は確率で、まあ確率があるんですけど、これは正規分布っていうのに従って分配してます。めっちゃ今難しいこと言いました。まず正規分布っていうのは統計用語なんですけど、正規分布っていうのは多くの自然現象とか社会現象で見られる散らばり方だと思ってください。例えば IQ です。IQ のグラフ見たことありますか？あれも正規分布に近づくんですね。いろんな世の中のグラフを書いた時に正規分布に近づくんですよ。つまり才能がすごいある人は少なめに設定してあって、で、才能が中くらいの人は多いじゃないですか。で、才能がめちゃくちゃないっていうのも珍しいじゃないですか。まあ、こんな感じでうまく正規分布に従って配置してるっていう感じです。ごめんなさい、ちょっと難しかったんですけど。で、才能は0から1で決まっていて、例えば才能が 0.8 だとするじゃないですか。そしたら10回チャンスに出会ったら、そのうち8回は2倍にできるって感じですね。なぜなら 0.8 だから、 10×0.8 で8回ラッキーをものにできる、8回2倍にできるって感じです。で、アンラッキーっていうのもあるんですね。アンラッキー、これ面白いんですけど、ポイントがめっちゃ減るんですよ。これは才能に関係がないんです。だから才能があってもなくてもアンラッキーに出会った瞬間にポイントが減るっていう、そういった数理モデル、まあ難しいですけど、数理モデルを作りました。これでシミュレーションをしたんですけど、なんと結果がですね、どうなったと思いますか？才能がある人がいっぱいお金を稼ぐと思いきや、最大成功者、一番成功した人は一番才能があるとは限らなかったんですね。で、むしろなんか最高の才能ではなくて、平均より少し上の才能でも幸運の機会に多く当たった人がトップになりやすいっていうことが分かりました。つまり才能ってあんま関係なくて、
どんだけ幸運に出会ったかが結局最後成功するかを決めるよねっていうことが示唆されています。これなんでかっていうと、成果は2倍の回数がものを言うんですね。2倍して2倍して2倍するじゃないですか。これ複利的に増えるんですね。複利、ちょっと難しいんですけど、まあ2倍どんどんしていくと、1を2倍したら2、2を2倍したら4、4を2倍したら8、これどん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 膨れ上がるじゃないですか。なので才能がもちろんあった方がいいんですけど、才能がある人はもともと少なくて、で、才能が中くらいよりもちょっとあって、まあ中くらいからちょっとあるぐらい。で、その人たちが成功、まあラッキーにいっぱい出会った方が成功するっていうのが分かったわけですね。なので、結局は運っていうのが分かりました。なんですけど、ここで皆さんに絶望してほしくないんですね。なんで人生頑張っても意味がないじゃないかってなってほしくなくて、で、私は逆に皆さんに希望を持ってほしいので、今回この話をしています。まずこのモデルのちょっと悪いところは、そういう現実の政治とか、こう、なんか人の行動とか、なんかそういう他のものをたくさん省いてるんですね。そういう複雑的なものをあんまり入れてないんですよ。だから例えば才能って最初に決まってるんですね、0から1の間で。でもどうですか、この才能って部分、まあ能力だと思うんですけど、私は。ここって努力次第で変わると思うんですよ。はい。例えば、結局、チャンスを来た時に、ものにするじゃないですか。その才能がものにする確率なんですけど、もしあなたが、チャンスが来た時に、そのチャンスを自分のものにできる準備ができていたら、これは、その運を自分のものにして、成功に近づくと思いませんか？そう思いますよね。私はそう思うんですけど。で、やっぱりこのモデルにはいろいろ考慮されてないものが多くて、例えば、もう才能っていうのは、この中では才能って言ってるんだけど、実際人間って努力するじゃないですか。生まれた時に決まってるけど、膨大な時間があって、その中で努力ができるので。なので、最初のスタートラインっていうのは変えられないんだけど、努力次第によっては、運に遭遇する回数を上げれるし、運に遭遇した時に、運を自分のものにすることもできるんですね。努力次第によっては、運が来た時に、その運を自分のものにする確率、先ほどのモデルの才能の部分を上げれるわけです。はい。なので、このことを話したいと思います。でも、ちょっと時間がね、長くなりそうなんで、この話は次回の動画で話そうと思うんですけど、一つ言っておきたいのが、まず、運って言うけど、運って、実はもっと細かい種類があるんですよ。皆さんも経験あると思うんですけど、操作できる運と操作できない運があるんですね。例えば、実際に行動した運だと、仕事を頑張って、そしたら社長に認められる。たまたま社長に見てもらって、で、君すごい頑張るね。給料アップだよ。これっていうのは、結局見てもらった、自分が社長の目に入ったっていうのは運なんですけど、ただ、頑張ってるところ、常に一定頑張り続けるっていうのは、それ努力の部分だと思うんですね。だからこういう運もあります。ただ、圧倒的に操作できないような運もあるんですね。例えば自然災害だったりとか、突然の病気だったりとか、生まれた国とか、そういう部分もあるんですよ。で、これは大きく分けて2つなんですけど、まあ、ある神経科医のお医者さんは4つあるっていうふうに言ってるんですね。まあ、ちょっと動画が長くなるので、次回は運を増やす方法について話していきたいと思います。そうすれば、特に若い人たちは、このことを取り組むことで、私もなんですけど、将来、運をおびき寄せて、そういうチャンスにたくさん出会って、で、それをものにする。そういう心構えができるのかなというふうに思います。なので、ぜひ、よかったらチャンネル登録して、次回の動画を見逃さないようにしてください。私は今、チャンネル登録者数を1万人目指しています。あと少しなので、まだ登録してない方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。